こちら戦車、射撃準備完了。続いて、将軍小隊が侵入してまいりました。車両は、軽装甲機動車、通称、タブです。タブは、時速約100キロで走行可能であり、防護力に優れています。今回は、車両上部に 5.56 ミリ単銃、ミニミを設置しています。また、対戦車誘導弾を発射することも可能です。準隊長、こちら操縦小隊長、配置完了。操縦小隊による攻撃に先立ち、敵の陣線に構成された障害を処理します。準隊長、こちら施設、敵陣線に鉄条網を確認、障害処理支援を要求する。こちら準隊長、了解。後半、こちら準隊長、障害処理支援射撃を実施せよ。準隊長、こちら後半、了解。こちら中隊長、障害処理を開始せよ。こちら施設、了解。グランド中央、自社した施設正体をご覧ください。施設正体は、携帯可能な障害処理機材により障害を処理します。今回は爆破装置に応じたオレンジ色のペットボトルロケットの射撃により、処理の状況を展示します。我の障害処理に気づいた敵は射撃により妨害を試みます。操縦小隊は射撃により敵を制圧し、敵小隊の障害処理を援護します。中隊長、こちら施設、投射準備完了。投射する。施設、こちら中隊長、投射せよ。中隊処理完了。こちら中隊長、了解。中隊長、こちら小隊長、攻撃前進を開始する。こちら中隊長、了解。大きな音がします。前方戦一両目敵車両を撃て。中隊長、こちら操縦小隊長、敵車両を検出する。こちら中隊長、了解。一番隊、射撃戦、二番隊、前へ。了解。
3期最終弾監督ご同盟中隊長、こちら小銃小隊長、黄色の台の安全が完了、目標を脱出。第4空隊は、すべての敵を撃破し、赤の台および黄色の台を完全に脱出しました。状況終了。訓練監視、指導します。超人な陸上自衛隊を目指し、今後とも